動画、何は男子、高橋恭平とストーンズ田中樹の私生活流出に女性タレントが断言。一番多いのは裏切り、芸能リポーター、超ぶっちゃけ芸能座談会4月10日、東京スポーツ、東京スポーツ新聞社が、何は男子の高橋恭平の LINE のやり取り画像が流出して騒動になっていると報じた。 アカウントがネット上に流出したのは3月9日。高橋と見られる人物が一般女性を球団しているようなやりとりがライン上に流出したとのことだ。芸能人のプライベート流出騒動の裏側について、芸能取材の吸いも甘いも噛み分けたプロたちが語り尽くす。芸能評論家見すぎ部、イカ見すぎ、サオドリジキさん。これご存知でした 芸能ジャーナリスト佐々木博之以下佐々木これおとといぐらいに出た話でしたっけ違いましたっけ見すぎまあ最近ですね。佐々木最近でしたね。これ普通にその相手方の女性が流しているということなんでしょうけどね。見すぎ普通に考えたらそうなんでしょうね。佐々木よく言われるのはやっぱりちゃんとその関係性というかね。 交際するにしても、許せないと思うようなそういう交際の仕方をしちゃいけないということは、まあ何でも同じですけどね。彼だけじゃなくてね。芸能リポーター、安部かすみ、イカ出ますよね。こういうの本当にね。流出。佐々木今こういう時代だからね。LINE があったりとかそういう SNS もあるし。 安倍そういう写真を撮ったりとかそういう会話しちゃいかんのよ。見過ぎちょっとプロ意識がね。安倍そういうことよね。佐々木芸能人は SNS やっちゃダメですね。見過ぎそうですね。究極的に言えばそうなりますよね。